同争排除則を示す実験に使われたゾウリムシ共争排除則は群衆生態学において同じ日地にある複数の種は安定的に共存できないという原則であるソ連の生態学者であるゲオルギー・ガウゼが提唱したためガウゼの法則とも呼ばれる同じ日地を持つ複数の種が同所的に存在すると 必ず競争によって一方が排除されるため他の環境要因などがない場合は安定的に共存することはないという考え方である。ガウゼは同じ資源を利用する2種類のゾウリムシを用いた混合実験を行い競争排除則を提唱した。その実験では水や餌を十分与えたにもかかわらず最終的にピーアウレリアがピーコデータムを絶滅に追いやった。 しかし、ガウゼが餌や水といった環境条件を変えるとピーコデータムが生き残るように操作することもできた。また、ガウゼは同様の実験をイースト菌でも行った。実際の海中には多様なプランクトンが生息する。競争排除速はロトカボルテラの競争モデルなどの数学的、統計学的モデルによって予測されている。 競争排除則を支持する知見として、ダーウィン・フィンチの例などが挙げられることもある。しかし、実際の生態系で競争排除則が観察されることは、ほとんどなく、生態学者の間ではこのモデルに懐疑的な声も、上がっている。その最たる例が、プランクトンのパラドックスである。これは、限られた資源しかない海中に、 プランクトンの多くの種が生息しているという状態を指している。競争排除則に従うなら、資源の限られた海中では、非常に限られた何種類かしか共存できないことになり、これは実際の海中で非常に多様なプランクトンが共存しているということと矛盾するというのである。 このような競争排除則の問題点を部分的に解消する方法として前提条件の見直しなどが考えられる。例えば複数資源をめぐる競争や時間的ラグなどによって競争が防がれるという場合を考慮するなどということが挙げられる。複数の種が利用できる複数の資源をめぐって競争する場合、食い分けなどによって共存することが可能であるが、 そのようなことを競争排除則に組み入れることによって問題点を解消することができると考えられる。しかし、そのようなモデルはより解析しづらいものとなり、またその条件を考慮に入れると共存できる種数がほぼ無制限になる。そのため安定的な共存を考慮に入れたモデルは、それもまた少数の種の実が同じニッチに生息している、実際の生態系と矛盾する。 2000年代に入り、競争排除則の過程を再考すべきであるという研究が示された。例えば、成長能力や体サイズが違う個体同士の場合は、必ずしも競争によって種が排除されるとは限らないという修正が提案されている。ありがとうございます。